こんにちは、俺ちゃんです。高台です。ショートゲームズ午後の部ヒート3ヒート4の模様をお送りいたしますと、まずはヒート3から、レースが始まりますと、さあゲートがオープン、どうかな、どうか、早えよみんな、早っ。まあ今回はこう隙間をうまく、隙間どこですか、聞いてますか、早えよみんな、早いんだもん。やっぱセニアクラスはね、早いし、みんなね、勝負強いんだわ。あ、煙がすごい、あ、もう地獄になってる。あー、さあなんとか。この日さ、朝霜が降りててコースが午前中結構ぬったぬただったんですよ。で昼ね、山水が入るかどうか非常にこう悩ましかったところだったんですけど、さ、素晴らしい、喜ばしいことに昼に山水がなかったので、このように皆さん楽しくドライの路面で走っておりますが、ちょっと煙立ってきちゃったね。台数が多いしさ、みんな開けるクラスだからさ、結構こうなってしまうのは、まあまあ初期出し方ございませんと。なので主催側も来たんだけど、煙で見えなくなったら無理をするなと言っておりました。まあ、言われなくても俺は無理しねえけどな。で今回は 4周かな4周、おーい、おーい、マシ嘘やろぶつけられたというか、まあ、ぶつけてきたつもりはないですね。当たってしまいました。おー、俺参考な、そんなに今開いてましたね、開いてたんでしょうがないですよね。この YZ の人にじゃあついていこうと思います。ちゃんとね、レース終わった後ね、ぶつけてごめんねっていうね、コメントはいただいておりますので、もう全然ぶつけるっていうか、ちょっと荒く当たっちゃっただけですから、もうしゃあないですよ。もうさあ、フープスで俺はここでブロックじゃ、ブロックで仕切れてない。フープスは俺の方がいけてる感じですけど、完全に勝負強さで私がね、気持ちで負けておりますね。完全に気持ちで負けてね。まあ真面目な話、気持ち入ってねえからな、このプレース。もうほんと第一目標は怪我しねえことだからさ、ほんとこのスタート練習会のね、この日さえ乗り切ってしまえば俺はもうあんま怪我し、おお、本当かい、カツオくん、あー、えらいことになってる。あそこ結構ね、鬼門なんですよね、本当にね。あそこのさ、右側の上りが昔は輪立ちがあって、そこにみんなタイヤを乗せて登ってってたんですけど、なんかね、いろんな人が走りすぎちゃって輪立ちがどんどん削れて、完全にあそこただの逆バックになってるんですよ。なので、路面が濡れれば危ないし、ちょっと焦ってアクセルを開け足してしまってもやっぱああなってしまうんで、ね、ちょっと難しいポイントが増えてしまいましたね、モトビエにおいてね。あそこは欲張っちゃいけないところですね。いかに進入スピードを稼いで、こう惰性で登るかっていうセクションになってしまっておりますと、皆さんお気をつけください。まあ、本当みんなさ、欲張りだからさ、モトクロスライダーって思いますね。なかなかね、ついつい開けたしちゃうんで、おー、ライン塞いだと思ったら全然塞げてなかった。さすがセニアクラスとなると皆さんお上手でございます。あ、でも、あ、いけたか、いけました。いいよ、よし、前の YZ を次のフープスで仕留めたいところ。そのためにはちゃんとついていかないといけない。なんとか最近ちょっと良くなったフープスで仕留めたい。ここでそう、頑張ってで、インが抑えてしまえば全然ダメ、全然ダメじゃねえか。自分で見てて自分に突っ込み入れるぐらい、ちょっとやる気を感じませんね。ダメですね。さあ、残るはヒート4ですね。午後のレースなので、午後頑張って、モロコラの方がね、俺強いから、午後なんて、これはね、昼寝してからの方がね強いから、最後の1本、
やっていこうと思いますけども、うーん、今回ちなみに1本もスタート決まってないですけど、その理由はね、みんなうまいっていう至極当たり前のね理由です。あと俺がビビってるっていうのもある。お、あんたさ、ほぼ弱いな、やっぱ俺が気持ちで負けてるからかな、完全に気持ちで負けてるから、やっぱアクセルの上げがちょっとどっか弱まっちゃってるのかな。さあ大渋滞の模様を呈しておりますけれどここがね、もう見えないの。あら、なんも見えない。はい、はい、ダカールラリー。はい、ダカールラリー。お正月にやってるダカールラリー状態ね。見えない。見えなくて、ちょっと、怪しくなると。もう、危ない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 。煙がさ、結構激しいんですわ。練習走行の時とかも、ね、こういうになるとね、もう、ちょっと、あー、ほら、倒れてる人がいる。あーなるんだよ。なんとかね、そこをね、やらかさないようにいかないといけない。あれ、俺の左前にいる人は86番さんじゃないですか。あなたもっと早い練習、どうしたの。体調が悪いのかな。なんか体調が悪いとかなんとか、あれ書いてあったような気がしてきたぞ。なので午後から走り始めたみたいな。お大事にしてください。あと俺に怖いから言い方をしないでください。別にそんなことされた覚えはないんだけど、自分より速い人はね、みんな俺はね、怖いんだよね。で、ちょっと、あれ、俺これさっきこのパターン見たぞ。この YZ の人にさっきこのパターンで抜かれた気がするぞ。違うの、聞いて。86番さんが、さっきの3コーナーを、インギリギリでなんか回れてなかったのよ。なんかちょっとね、やらかす雰囲気あったから、俺はそのさらにもう一個アウト行っちゃったの。そしたらいいのを使えたんだよね。俺が悪いのか、俺の読み間違いか、俺の読み間違いか、しょうがねえかしょうがない、頑張って取り戻していきましょう。この YZ の人とはさっきね、一戦交えてるから、もう一回やりましょう、頑張りましょう。追いていかれることはないから、こう仕掛けるチャンスはね、あると思うんだわ。こっからだから、もうこっからだよ。元気だから今俺、午後になればなるほど俺は元気だからさ、ラップタイム的に。あとはどこで攻めるかって話ですよ。やっぱフープスだよね。フープスが一番ね、勝負仕掛けやすいと思うんだわ。他はね、なかなかね、無理ですよ。元ビレはね、インを塞がれるとちょっと無理ですね。このままなんとかついていってフープスにかけるので、どうかなって感じかな。さあ、ちゃんと俺のね、作戦通りだね。こっからあー、ちょっとダメな雰囲気を感じている。雰囲気ダメ、これ問題です。何がダメだったでしょうか。個人的な、まずね、スピードがね、遅すぎたね。ちょっとやっぱね、接戦になるとね、前のライダーの動きにね、気を取られて、例えばもっとね、速いスピードで、あのフープスの、何、右コー、フープス前の、なんだ、右コーナーか、左コーナーか、フープス直前のコーナーを結構いい勢いで行かなきゃいけないのに、かなり、ミスった、ちょっと待って、フープスまでついていかせて、ちょっと待って、あ、これちょっと待って。やらかした。いかん。しかもこれファイナルラップだわ。ちょっと待って。あー、これはちょっと。そう、僕が遅かったんだよ、さっきね。で、今回はちょっと間が空きすぎてしまったので、これ絶対無理です。難しいですね。残念。遅れを取り戻すのは難しいですわ。この動画がすごく良かったって思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなさし。